マッケン自体は、いわゆるその脱税とか大丈夫なんて聞いたときに、彼は、親父がアメリカの映画やってるから、そこで経費として申請すれば全部大丈夫だって村上さんから言われたんだよねって、まあ、その自分のところの社長ですね。言われたんだよねってことをあいつは言ったんです。僕それ今でも覚えてるんですけども。で、その後、いわゆるマッケンは、ルイ&リーブスっていうお父さんが所属する事務所に、いわゆる所属しながらトップコートに業務提携をしてたんですけども、その事務所、ルイ&リーブスっていう事務所の社長は村上さんという方です。僕もお会いしてます。その前は大西さんという方が社長でやられてたんですけども、金銭トラブルで辞められてるんですね、大西さんは。で、村上さんという人が社長をやってて、その方が千葉真一さんのマネージャーでもあるというのを聞いてました。で、その後ですね、僕の方に垂れ込みというか、情報リークがあったんですが、いわゆるその村上さんという方が、ルイ&リーブスの社長じゃなくなってると。で、その、登記簿謄本とか僕のところに届きました。で、確認したら、マッケンのお母さんなのか、ちょっとわからないんですけど、同じ名字の前田さんという方が社長をやられてて、マッケンがそこの取締役になってました。で、M&リーブスという新たな会社が出来上がってて、そこの会社の社長に、その元々マッケンのところの社長をやった村上さんが今社長として就任してます。で、西田さんという方もそこに入って、その人はジャックの人です。で、もう一人マッケンが取締役になってます。だから僕はこれをリークしたその方と喋った時に思ったのが、いわゆるここから架空請求などを起こして、税金の逃れ道を作ってるんじゃないかと僕は判断しました。だから僕は、今後マッケンのことに関して、いわゆる脱税疑惑も含め、どん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 追及していこうと思ってます。その証拠もあります。